いや、まだだ。僕は追われていた。ダメだ、このままでは見つかってしまう。こんなところにいたのか。ついに見つかってしまった。僕は茂みから飛び出した。逃げたぞ。おい、おっと、君、どうかしたのか？住所と名前を聞いただけじゃないか。この子がどうかしたんですか？え？あんたは一体誰だね。この少年の知り合いか？いえ、そういうわけじゃないんですが、この少年がこんな時間にうろついていたので不審に思い、声をかけたらいきなり逃げたんですよ。
にかく交番まで来てもらおうか。ちょっと待ってください。突然こんなことを言うのもなんですが、ここは私に任せてもらえませんか？何？そんなことできるわけないじゃないか。あんた一体何者だね？おや、あなたは確か何か事情がありそうだから話を聞いてみようと思うんです。構いませんね。あなたがそうおっしゃるなら我々も安心ですよ。ではよろしくお願いします。いやいや、そんなことより喉が渇いただろ。どこかで何か飲まないか。ごちそうするよ。
僕は男と一緒に小さな喫茶店に入った。君は離れ離れになったご両親を探すために旅をしていたのか。何か訳がありそうだね。言いたくなければいいんだよ。そんなことよりこれからどうするつもりなんだ。泊まるところもないんじゃないのか。小さな喫茶店だ。そうだな。中学を卒業したての15歳、現在家出中。こんなところかな。僕は決して怪しいものじゃないよ。って言ってもそらぞらしく聞こえるんだろうね。君を見ていると昔の自分を思い出すんだ。だから放っておけなくて声をかけたんだよ。
ったばかりでいきなりなんだが、今日のところは僕の家へ来ないか。君は本当に昔の僕と似ているよ。この人一体何？なかなかかっこいい男だ。小さな喫茶店だ。昔の自分を見ている。いらっしゃいませ。失礼ですが、あなたは？僕は宇津木俊介、私立探偵なんだよ。気ままな一人暮らしさ。どうだろう、さっきの話。無理にとは言わないが。警察と知り合いのようだし、悪い人でもなさそうだ。それに、とりあえず、あてもない。じゃあ今夜はお言葉に甘えてお世話になります。そうか、決まりだな。じゃあ早速行こうか。ああそうだ、ところで君の名前は？
僕は。よし、行こうか。こうして私立探偵宇津木俊介と出会った僕はやがて先生の助手となった。そうすることが離れ離れになった両親を見つける一番の近道だと思ったからだ。僕は先生の助手としていくつかの事件に関わった。そして僕はこの恐怖の事件に出会ってしまったんです。僕が助手として宇津木先生のもとに身を寄せてから
数ヶ月の月日が過ぎ去った。そんなある朝、宇津木探偵事務所に恐ろしい事件の幕開けを告げる電話のベルが鳴り響いた。はい、宇津木探偵事務所です。はいはい、わかりました。先生、警察から電話です。また何か事件のようですよ。何？よし、とにかく。宇津木先生と僕が駆けつけた現場には大勢の警察関係者が詰めかけていた。宇津木探偵事務所の助手の人だね。ご苦労様です。お疲れ様です。何があったんですか？ここで死体が発見されたんだ。事件性があるかどうかはまだわからないんだけどね。まずは詳しい話を聞いてみよう。
発見されたのは地元の高校生だと思わしき少女だ。近くに浮かんでいるところを通りかかった人が発見して通報してきてくれたんだ。シートの中に被害者が横たわっているんだ。我々もさっき駆けつけたばかりで、実は身元すらまだ分かっていないんだ。何も分かっていないんだ。今のところ推定すらできないな。かわいそうに、君と同じくらいの女の子だよ。担当の刑事が先ほど到着したばかりでね、鑑識の準備もちょっと遅れているんだ。
雨で増水した川に誤って落ちたんじゃないかな。僕は事故だと思うよ。単なる直感だが、君はどう思う？ただの事故死なのだろうか。被害者を調べればはっきりするだろう。被害者を調べたらダメでしょうか。いや、いくら君が探偵でもそれはダメだと思うな。でも死体の発見場所くらいなら調べても構わないよ。彼女はこの辺りで見つかったそうだ。ゴミがたくさん溜まっている。何か手がかりがあるんじゃないかな。調べてみよう。そばに人はいない。そばに人はいないな。も
う少し調べてみよう。警察関係者以外に野獣馬が何人か集まってきているな。ゴミがたくさん溜まっている。雨で流されてきたのかもしれない。ゴミがたくさん溜まっている。流されてきたらしい空き缶がいくつか見える。特に気になるところはないな。普通の空き缶だ。ゴミを抜けたら何かが。手帳かな。どこかの学校の生徒手帳みたいだ。牛光高校1年 A 組小島陽子と書いてある。被害者のものかもしれない。生徒手帳を見つけました。ああ、本当だ。被害者のものかもしれないね。鑑識に渡してくるよ。宇津木さんの助手というのは君だね。これから死体を調べるのだが、君は立ち会うことになったよ。宇津木さんに勉強させてやってくれって頼まれてね。相変わらず強引な人だよ。
じゃ早速始めるとしようか。はい、よろしくお願いします。プロの僕といえども調べてみなきゃ何もわからないよ。見当もつかないね。まだ調べてないんだもん。まだ話をするつもりかい？早く被害者を調べようじゃないか。どうしたの？ひょっとして死体を間近で見るのが怖いのかね。意外と弱虫だな。とにかく被害者を調べてみよう。いろんな死体を見てきたよ。いわば死体のプロってやつだね。気に入っちゃうよ。とにかく被害者を調べてみよう。少女の死体だ。来たばかりの警察はまだ何も調べていないそうだ。あ、さっきの手帳はやはり彼女のものみたいですね。そうだね、手帳の写真と同じ顔だね。さてどこを調べようか。君の勘とセンスの見せ所だよ。ものすごくエッチなことを考えているんじゃないかい？Thank you.
すごくエッチなことを考えてるんじゃ。ふざけてる場合じゃない。調べてみよう。早速ギブアップというわけかい。さほど衣服の乱れはないよ。ただの事故かもしれないね。調べ早速ギブアップというわけかい。どうやっても取れそうにないな。
とにかく被害者を調べてみよう。ポケットには何もないよ。手がかりになるようなものはない。ギブアップ。手がかりになるようなもの。ポケットには何も。ギブアップ。手がかりになるよ。手がかりになるようなものはないよ。
手がかりになるよ。取るのは難しい。